皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は反婚についてお話ししていきたいと思います。反婚とは簡単に擦り傷や切り傷、外傷で負った火傷またはニキビなど、あと手術による傷跡のことを言います。反婚の主な種類としては成熟反婚、あと非行性反婚、あとケロイドです。成熟反婚っていうのは大きいのから小さいのまである方、結構私あるよっていう方多いんじゃないかなというふうに思います。非行性反婚っていうのは私が見たことあるとしたら、入院中、脊髄損傷で入院中の時にコクリ派で出会った切断の男の子の足の縫い目が非行性反婚になってて、やっぱこう赤くプニプニした状態が ありました。であとケロイドは結構体質が関わってきます。まあ、友達にもケロイド体質の子がいるんですけど、本当にちょっとした切り傷ですぐ傷口がこうポクッとケロイドになってしまう子がいるので、やっぱそういう子たちってすごい大変だなと思いますし、非行性反婚もケロイド体質の人がなりやすいとも言われています。今回一番お伝えしたいのが、この今挙げた中で2つ、非行性反婚とあとケロイドができてしまった場合に起こる反婚拘縮についてです。反婚拘縮とは、非行性反婚やケロイドが関節部や首など皮膚が引っ張られる場所にできた場合に、治療しないで放っておいた場合、また効果のない少ない治療を受け続けた結果、引きつれですねができてしまった状態のことを言います。まあ、私も膝下に火傷を負った中で、いかにこの反婚拘縮ができないか、ならないようにするかを今すごく大切にしています。まあ、幸いにも私はケロイド体質ではないのでケロイドはできなかったんですが、やっぱり皮膚が硬くなることによって足首の可動域っていうのがすごく狭まります。でそもそも立位を取るっていうことがないですし、あと形勢もすごく強いので、足首をこう90度に曲げることっていうのも、すぐパチッていくよりはこう結構ゆっくり皮膚を伸ばしていってやっとなるっていう感じなので、本当にこれ以上私の足首さんが硬くなったら、立位もそうだし歩行訓練に支障っていうのが出てきてしまいます。まあ、そこで行ったのが皮膚のモビライゼーションです。まあ、完全に皮膚が硬くなる前から行うことで柔らかくなりやすいっていうのがあります。こっちが怖いね、こことここが怖いね。ピリっていくの？いや、伸ばしとかないという。屈曲が入りづらそう、指が。やっぱりこういう風にした時のさ、伸長性の乏しさ、ピタンって止まるんだよね。皮膚がこの辺ぐらいまでついてくるね。はい、で完全に皮膚ができてから、その皮膚のモビライゼーションを行うと、まあ、程度にもよりますけど1年くらいかからないと柔らかくならないっていう場合もあります。で皮膚のモビライゼーションに関しては、皮膚が感知し始めた時に、なんか腕突っ張るなとか、なんか腕曲げにくいなっていう感じがあって、そこからやっと受けられる方が多いそうです。まあ、実際私も受診、入院中とか受診をしている中でそういうことをやりましょうね、体に対して、脊髄損傷の体に対してのリハビリっていう話はよくしましたが、皮膚に対してのリハビリっていうその話題っていうのはやっぱりなかったですね。
で、やけどではないんですが、私のその脊髄損傷で手術した背中の傷跡っていうのがあります。でその部分は他の場所よりやっぱり皮膚が硬くっていうか柔軟性がないです。で皮膚の柔軟性がないことによって筋肉の柔軟性もなくなってくるので、私のこの背中の動き、皮膚の動き、筋肉の動きっていうのはすごく悪いんですよね。なので、やけどに限らず、大きな切開を行う手術をしたり、自分の体質、そのケロイド体質とかを理解して、何か怪我を負ってしまった時、そういう行為をした時は、やっぱり早めにお医者さんに伝えて、皮膚のリハビリっていうのを受けることを個人的にはおすすめします。で、あと最後は完全な余談なんですが、やけどを負って一つ気になったのが、やけどを負った場所って毛が生えるのかっていうことでした。やっぱりこう皮膚が焼けてしまったイコール、なんか毛っていうのも毛根っていうのも死んでしまうんじゃないかなっていうイメージがあったんですけど、いろいろ調べたり先生に聞いた中で、毛根っていうのは皮下組織にあって、そこまでは酸度熱傷にならないと届かない場所なんだそうです。なので私の熱傷レベルでは毛根っていうのは、損傷がない、死なないので毛は生えてくるっていうことでした。実際、上皮化してきた頃からやっぱり毛が生えてきて、しかも以前よりたくさん、生えてきました。たくさんだし、なんかやっぱちょっと濃いし、せっかく脱毛しててある程度生えない状況が作られてたのに、生えてきた、その下半身麻痺を負った時、入院中もそうだったんですけど、なんかやっぱりこう怪我をした時とか、体のそういう反応なのかわからないんですけど、毛がものすごく濃くなるんですよね。体の防衛反応っていうんですか、そういうのがすごい出てきてるのかなっていうふうに思いました。かといってですね、すぐじゃあ剃れるかって言ったらそうではなくて、抜くっていう行為もよりダメだそうで、ほんとそこはねちょっと嫌でしたね。今のふくらはぎの状態であれば、私そもそも T 字とかカミソリでは剃らないんですけど、シェーバーであればこう優しく剃ることは可能ということでした。とこんな感じで、今回は半根と半根拘縮についてお伝えをしました。この動画が役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。